久保さん昔ヤンキー漫画だよね。カメレオンっていうのがあって、この主人公が、えー、矢沢栄作かなあのー、い弱いんですよ。弱いんだけど、ハッタりでこう、勝っていくっていうね。<laughs> これめちゃくちゃ面白いんですよ。で、僕じゃあヤクザに、あの、なんだ、ヤンキーだったかっていうと、ヤンキーでもないし、こういう突っ張りのこういうのやってないんだけども、 これねすごく面白おかしく書いてあってカメレオンはね結構名作かなと僕は思うんですよねでこっから何が学べるかっていうとまあ弱くてもねそのこの主人公はめちゃくちゃ弱いんだけどなんか強いんですよ <laughs> だ,ははだから堀江さんもねハッタリハッタリが何だかっていう本も出してますけど結構ビジネスを見てもねハッタリって結構大事だと思うんですよだから久保さんもあの一番最初ハッタリで稼ぎましたからねあのー なんだえー、っと、セルフバッグで未確定報酬だけど、まあ振り込まれてないけど、一応まあ,まあ未確定報酬だけど、一応その画像は使いますからね。それ稼ぎました、みたいなね。貼ったりするね。まあ入金はされてないけど、みたいなね。い <laughs> ってらっしゃい。